さんこんにちは、愛坂優香です。本日はパズル&ドラゴンズスーパーマリオブラザーズエディションをプレイさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いや、まさかマリオの世界観でパズドラができる日が来るとは驚きですけど、あ、もうやっちゃいますよ。いやー、だ、あ、だ。まあ最初ですからね。おー、なんかこれ光ってるのは何ですか？これはですね、なんか消す、これを消すと、うん、すごい派手な。あ、ちょっと消してみたい。消そう。へい。なになに？わっ、なんかめっちゃ光りましたよ。そして勝ちました。今のがその光ってるやつの効果なんですか？そうですね。あれを消すと今みたいな演出が入って、うん、こういって色がするか。あ、そうなんですね。なんかすごい平和な世界観で穏やかな気持ちになりますね。うん、そうですね。まあマリオらしいというかね、誰でも親しめるのがマリオですからね。うん、どうですか、操作感とか。なんか全然スルスルといってて、うん、サクサク遊べる感じがいいですね。え、これ、あ、ボス？そうですね、このワールドのボスですね。あ、ボスだ。え、にゃー、あ、あ、お、お、お、あ、これまさか、これは、これいけるんじゃないですか？すげー光ってる、すげー光ってる。できるお部屋にやってきたんですけど、ここパワーアップとか変身とかなんかいろいろできそうなんですけど。そうですね、まずはじゃあ変身からいきましょうか。変身、変身、変身します。じゃあ、だ、誰を変身させたらいいんだろう。これいっぱいいますよ今。うん、そうですね、まあこの後愛坂さんのパーティーを組むということなので、うん、うん、まあ、ご自身の好きなキャラクターを。好きなキャラクター、そうですね。じゃあメットをパタパタの羽にします。あ、パタメットだ、パタメットに、パタパタの羽を使ってパタメットにします。じゃあ変身してみますか。なあ、あ、ちょまだだった。なあ、おー、変身した。お、可愛くなった。やったね。はい、可愛くなった。え、もっと変身していいの、ね、これ、ま、いいですよ。いいですか？どうしようかな。どんどんしちゃいましょう。お、パタパタ、パタクリボー。パタクリボーにはなります。あ、じゃあ可愛くします。やったら力入りますね。可愛くなった羽。すごい可愛くなったって羽がついて投げちゃう。いや、羽好きなんですよ。羽、いや、でもなんかどんどん羽のメンバー増えていきます、ね、羽のメンツ、羽パーティー的なとこで。あと、じゃあノコノコを変身できるか。あ、これもパタパタの羽で赤パタパタにします。ふん、きた、かわいい。はい、かわいい。はい、かわいい。ね。変身させたキャラクターを、はい、今度強化してみましょうか。強化、強化します。さっきあったパワーアップですね。パワーアップ。これだ。うん。さっきの、さっきのは、これかな。そうですね、赤パタパタなのでそれですかね。うん、うん。で、パワーを送る仲間を選ぶ。はあ、じゃあお前だ、行け。消えてしまう。あ、しかし彼は明日の力になったのであった。どんどん、あ、じゃあ5人までですね。そうですね、
さあ、長いこと、あ、バンバンうわぁ混ぜていきましょう。そして彼らもまた下の力になったのであった。あ、めっちゃ強くなった。本当ね、あ、違う、これとこれとこれ、いけ。さっきからすごいのこのこばっかり違う、レベルがちょっとあの、あ、レベル低いところから選んでる。そう、あの別にのこのこに対しての恨みとかじゃ全然違う、そういうことじゃないんです、信じてください。じゃあ今度はクリボーに力になってもらう。じゃあこれで、あーあー、うん、え、めっちゃ強くなった。え、本当ですね。多分レベル高い子が混ざってるのかな。でもレベル1のやつ、あ、じゃキャラクターによってかもしれない。なんかクリボーともう2つ違うやつでやったら、あ、そうなんですね、すっごい強くなった。一気にレベル29まで来ましたね。一気にレベル、これもううちのスターですよ。じゃあこれでチームを編成しましょうか。編成します。やばいな、29はもう使うしかないよ。これでブリージュを選んで、あ、こうだ。そうですね、なるほど。で、このクリボーを、ノーマルクリボーをここにしたい、うん、で、さっき29の人、あ、彼をここに置こう。で、あとキャラクターが、赤パタパタですね。これか、あ、でもそっか、あれ、ちょっと待って、あ、うん、そうだな、水がいないのはちょっとな。じゃあパタパタにはスーパーサブとして残ってもらいましょうか。あ、残ってもらえ、せっかく強化したけど、あ、ちょっとまだ控えとこうかな、ね、じゃあこれいきます。はい、これ戻るでいいですか。これは戻るで大丈夫です。はい、うん、じゃあこれで、あ、違う、あ、ダメダメ、あ、オッケーだ。あ、そうですね、オッケーですね。できた。というわけで、うん、愛坂さんのパーティーチームが完成いたしました。完成です。さあ、戦力となってくれるか。じゃあ早速このチームで、はい、ちょっと難しめのダンジョンに挑戦してみましょうか。難しめですか。やってみますか。29のキャラクターありますからね。あ、確かに、あ、余裕ですね。負けませんよ、私は。私の組んだチームがちゃんと動いてくれるといいんですね。そうですね。もう、なるほど。おお、どうしよう、どうしようかな。ちなみに、アイサカさん、マリオシリーズは？はい。あ、私、64とかよくやってて、あの、64のスーパーマリオのやつで、雪のステージとか好きでしたね。あ、ありましたね。すごいやってましたね。お母さんがマリオ大好きなので、一緒に昔やってました。あ、なんかめっちゃコンボ、すごい、え、これ余裕じゃないですか。やばくないですか、急コンボ。オーバーキルどころじゃない。キャラクター的には今回使っているルイージが好きとか。キャラクターはでも私、そうですね、え、あのマリオシリーズなら誰でもいいですか。誰でもよければ私ヨッシーが好きですけど。あ、そうなんですよ。でもヨッシーも、うん、あ、今回出てくるんですね。あ、本当ですか。ヨッシー大好き。いつもあの、なんだっけ、マリオパーティー、マリオパーティーでヨッシーかピーチ使ってたな。ピーチですか。そう、ピーチ姫はやっぱり女子なら憧れのお姫様。さらわれたいですか。さらわれても自力で戻ってきます。ピーチは実はそういう強さを秘めていると思いますよ。彼女は
マリオに助けてほしいから待ってるんだと思います。そんな妄想をしています。なるほど。そう、実際逃げられるけど助けてもらいたいって そういう心があるわけですね。そうね、乙女ですから。これは、そうか、怖いですね、どれだけ強いのか。そうですね、2人とも1段目で攻撃してきますからね。怖い、お願い。一匹倒しましたよ。やっぱこの光ってるのすごい重要ですね。うん、何どうしよう。あ、2個しか消せなかった。いやでも俺なんかちょっと楽勝モードになっちゃいました、ね。そんなことないですよ。あ、でもなんかガードしてきたな。でもこれ光ってるの来た、また。これいけるんじゃないか。いけるかな？なんでそんな。やったー、倒した。へへへへ。ここに行く。ここ行ってみましょう。怖い。ここやばいですか？強い？いやいや、アイサカさんのパーティーなら余裕ですよ。ちょっと、本当ですか？怖いな。行っちゃいますよ。行きましょう。よし。すごい怖い。これでいきなり強くなってたらもう無理だ。パズドラだとコンボ系が好きなんですか？うん、コンボ系？あのリーダー好き。ああ。いや、なんかそのあのチームに足りない色をいつも補足 したりしてるだけですけどね。あ、じゃあ結構色はバランスよく揃える方なんですね。そうですね。なんか。どんなでも柔軟に対応できた方が安心な気がしている。やばい、あ攻撃を受けた。えい。あやめてん。受けなくする。受けてよ。敵も痛いならごめんですから、ね、そっか。あれ、あ、でも消えた消えた。よし、じゃあこうしてこうして、あ、こうじゃ。うん、どうかな。あ、やっぱ強いですね。なかなか倒れない。こっからですよ、勝負。ほんと？あの、なんかトラップですね。クロックされちゃった。え、ここからこう愛坂さんのパズル力が パズル力も何も見えないんですけど。あ、でも見えるようになった。お、こういうなんか邪魔もしてくるんですね、やっぱり。そうですね、やだな。この辺りからそういうのが増えてきますね。なるほど、いけた。そしてボスですね。ブンブン来た。リトリブはブンブンですよ。ブンブン来た。ブンブン頑張れ。どうしよう。なんで応援するの？ちょっと待って。ああ、光ってるの消したい。お、まだいける。まだいけるよ。光ってるの消したいんだよね。で、お、やっぱ強い。全然ダメだ。スキル。いやでもブンブンも相当出てくれてますよ。本当？最初から3ターンで登場しましたからね。そっか。これスーパージャンプって何？あ、なるほど。攻撃力アップですね。攻撃力アップ、ガード。攻撃力アップしといていいですか？いいじゃないですかね。しておきます。はい。そしてそしてじゃあこうしてこうして、ダメだ、あ、ダメ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 、あかん、来る。ん、え、あ、入れ替えられた。ドロップ入れ替えられたんですか今。そうですね、なんか微妙に揃ってるよ。結
構なんかむしろありがたいぐらいの感じなんですけど。あ、そうですか。へえ、どうしよう。うん、じゃあこうしとこ。はい、お、ありがとうブンブン、助かったぜ。せいせい、こんな風に直せましたっけ。あれ、いや、やっぱうちには29レベルいますから。そしてタックル、いけ。シュンってなる割にいいダメージですからね。そりゃあ、これはよし、これいけるぞ。ブンブンが耐えて。なんでブンブンの応援しだすんですか。お、やった、やったー。余裕でしたね。どうします、余裕でしたけど。いや、いろいろもっと強いのにチャレンジしていただきたいのは山々なんですけれども、はい、うんうん、我々にもこれ以上出せる敵がいないっていう。マジですか、もっと遊びたい、うん、続きは製品版で。なるほど、うまいな。うまいな、ちょっとめっちゃ楽しかった。いやちょっとね、サクサクいっちゃいましたけども、あの、こう変身させたりだとか、あの強くさせたりだとかっていうのは、こう素材をね集めてどんどんやっていくのですけれども、今回あの用意していただいたので、あのサクサク変身させたりとかできましたけど、きっとその素材集めからまたもっと楽しいんだろうなと思うので、あの皆さんガンガン素材を集めてですね、ブンブンを倒しまくってですね、29レベルの彼のように、強くしていただいて、あの挑んでいただけたらなと思います。今回ちょっと私はあのサクサクいっちゃいましたけども、きっともっと難しいんでしょうね。まあ私多分これ買ってやったら、あの最初のワールド1で多分苦戦すると思います。でもきっとみんななら大丈夫だと思います。どんどん、パズマリ、やっていただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。バイバーイ。